普通にそうですよね。考察普通にして、ただ、言葉の語尾にあつけるだけです。はい、すみません、ありがとうございます。お願いしまはす。い。じゃあ、エラさん、お願いします。レッツゴー。人狼殺、にゃ。あ、俺つけないけど、必要役ないん職で。をお選びくだあ、さい。悪い。俺つけない。ルール違反選だったら択ルしール違ない反でいい場や。合、余っている役知職らん。がランダムに話繰聞いりて分ないっけてらことれにすまるす。から。あ、そんなとぼけるから。あなたの役職は、無理占無理。いこの師ニャーつけて話せるでもんじゃす。ねえから。夜占はい師だっ禁たらいい止。かも。まあ、人狼に気をついいけてかくもださね。い。占い師だったらいいかも。ニャーつけても。別にだって俺の占い師って、身命を取るのじゃないからね。俺のモノマネする人って、だいたい人外のことが多いね。2回ぐらい俺のモノマネして、俺と直近戦って、それをモノマネしてやって、人外でやるっていう人。占った対象は人狼ではありませいや、ん。まあ、みんながやるならやってもいいんじゃない？そんなね、カリ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 して、頭固くゲームす夜るがばっか明けりまじゃしないた。けど、ただ、疲昨夜れはるよ。誰も死普通にまにせでんきでねえした。かっては発思言うけターンど、にみ入んりなまがやす。るんだったら、7番、一各番手プだレイけ？ヤーが発言初しま手す。だけ？発言順番嫌だにゃ。とりあえず進行の話すにゃ。まず、釣り位置などはしっかり言った方がいいと思うにゃ。で、その釣り位置言うときは必ず、理由を言うべきなにゃん。で、っていうのも、人外の人は、そこら辺が雑くなってくるにゃん。なので、村の人たちは、そこら辺自分の、思ってることを しっかり言うんだにゃん。はい。とりあえず、あと、占い師さんにお願いするにゃん。占い師さんは、新規無知盤面になってくると思うにゃん。なんで、にゃんで、しっかりと、失言だけはしないように気をつけるんだにゃん。はい、それでは8番、おっと、にゃん。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師をします。ランダム占いで5番さん白です。5番さん白です。そうですね、7番さん。あ、ごめんね。最後にニャって言えばいいんだよね。俺てっきり最後の最後にニャって言えばいいのかなと思ったから、最後の最後にニャって言います。7番さんはもう本当にね、社会人と適応してるなって、本当にね、社会人になって、まあなってるのかなってないのかわかんないけど、本当にね、適応できる人間だと思ってね。僕みたいにね、コミュ障の人間にとってはもうとっても憧れの存在です。頑張ってください。7番さんさん。で、まあ、とりあえず7番さんは、グレー、医療考察なしというところで、まずね、まあ、オーナーにも言うんだけど、正直言ってね、これね、とってもいい課題だと思うよ。俺も含めてなんだけど、最終的にニャーっていうのか、ニャー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 言ってから、上司になびく猫なのかとかね、そういったのをいろいろ考えながらね、やり取りできるから。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします、にゃん。霊能者使用するにゃん。とりあえず、7番さんの印象から触れていくにゃん。7番さんなんだけど、釣り位置全部上げるとか、そういう感じの進行論言ってて、特に居心地はないので、2周目かなと思ってるにゃん。8番さんについては、語尾に全部をつけ、にゃをつけてほしいにゃ。欲しいと思ってるにゃ。猫に乗り切れてない。人外なのかにゃって思っちゃった。はい。むらしら、はしら、すむら発言は、ちょっと、村人の人には、ちょっと釣り位置になっちゃうので、してほしくないと思ってる。いや。一番さんに、ますにゃ。1番のプレイヤーが発言します。されたにゃ。あのポテトだにゃん。特にしようとございませんにゃ。村人陣営にゃ。7番さんと8番さんの印象に、まず2人ずつ触れていくにゃ。まあ、7番、ちょっとにゃ強すぎて、これ、結構、面白くて入ってこないんですけど、にゃ。そう、場面、なんか 9番さんの言ってることで同じことになっちゃうけど、なっちゃうんですにゃ、けど、役職とかの人は出てきて場面すっきりさ、間違えました。それじゃない、それは8番さんだ。
その、釣り位置をしっかり明確に上げるっていうところが、まあ、ムラリがあるかにゃーって思ったんですけども、まだこの一周目の1なのでわからないにゃ。まあ、8番さんに関しても7番さんにちゃんと触れてて、そうですね。まあ、7、ちょっと時間ないけど、7、8、9、今のところ色落ちは今なかったです。ちょっと2番のプレイヤーが発言します。にゃんまん。マブバズカですにゃー。やるからには全力で楽しむにゃー。はーい。塩は特にないにゃんね。7番さんに関しては、言いたいことはすごくわかる。黒い理由、ボロが出ていくというか、雑になっていくってのはすごくわかるから、一番手としてはいいと思っているにゃ。あと9番さんはやりたいと思ったんだったら、もっとちゃんとにゃんに関してはもっと追求していくべきだと思う。あと1番さんに関してなんだけど、1番さんは8番さんが占い師出てること知らないのかにゃ。頭に入んねえよ、もう占い師。今日は見つけられないかもよ。頭に入んないし、精査できないから。まあ、この村は次は抜けるけど、さすがにちょっとゲームができないから、ただやってみることはいいよ。まあ、7番さんは一緒に。別にカリカリしなくて、いろんなゲームがあるからね。だし8番さんも占いだから、連続はちょっときつい。1回だけだったらいいんじゃない。1番さんがすごく気になっている。話ちゃんと聞けないよ。これね、ゲームになんないよ。うん、普通のゲームを行った方がいいとは思うけど。発言します。はい、しようございませんにゃん。にゃん。どうしよっかにゃん。そうですね、にゃん。7番さんは、まあ普通のこと言ってたにゃんと思いましたにゃん。まあ、印象は特になかったにゃんかな。うん、まあ釣り位置ってにゃんは良かったかにゃん。うん、8番さんは占い師8号にゃん。うん、なんか雑談をやってた。みたいなような話だったから、もうちょっと、内容言って欲しかったにゃん。9番さんは、ムラスラ、柱発言やめてにゃんって言ってたけど、終始笑ってたにゃん。うん、どっちかわかんないにゃん。1番さんが一番、色が見えなかったにゃん。2番さんが時間ないにゃん。4番。のプレイヤーが発言します。はい、4番です。お願いします。にゃー。そうですね、このゲームは猫に化けている人を探すゲームだにゃー。で、8番さんはもう猫じゃないにゃー。なんで8番さんはもうすでに心外視してるにゃー。で、1番さん最後5秒ぐらいでテンパって何々ですって言って、猫を付けなんかゴミにニャをつける村で入る、いや、抜ければよかったなとは思ってる。まともなゲームにはならない。だけど別に、それで空気読まないでゲームぶっ壊すとかそんなつまんないことはしないけど、やるけど、頭に入ってこないよ、俺全然。だから申し訳ないけど、今回占えないよ。わかんないから。7番さん、最初で恥ずかしかったと思うにゃんよ。5番のプレイヤーが発言します。まあ、次も村に静かに脱げるからいいわ。私が真の出してにゃ、6番に白出てるにゃにゃ。もう喋りにくいんですね、この喋り方。ごめんなさいですにゃ。にゃとか使うことないんでね。うん。8番目線、俺に黒塗りはできないですにゃ。はい。喋りにく。うん。この辺目は8で黒落ちた場合って1のローはないかなっていう精査ができるにゃって話。うん。4番目線、何が見えてるのかってちょっと違和感を覚えてるにゃ。はい。騎士は基本潜伏しといてほしいかにゃって思ってる。うん。俺はね、絶対出てこなくていいよ。その方が無理やるから、と思ってるからにゃ。うん。違和感を持って、八黒やった場合って一郎はないからって一番は今日かなと思ってる生産ですよ、ね。いいよ。その持ってる4番って何者かって、俺4番に非常に気になってるにゃ。うん。にゃつけるとやっぱ喋りにくいにゃ。うん。7番さんって伝わる。まあみんなやってるから俺もやっていいんじゃない、はい、やっちゃダメなルールないし。な以上だにゃ。6番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね。まずは、そうですね。うん。まあ、8番と5番がスラしたら、釣りましょうにゃ。うん。で、まあ、占い師の精査をするゲームなので、しっかり占い師精査をしましょうにゃ。8番と5番がスラした場合、もう釣りましょうにゃ。
うん、スラってね、まあ、意味ないプレイなんでね。なので、まあ、スラしたら釣りましょうにゃ。うん。まあ、占い師なんでしょ ?8 番と5番は占い師を語っているので、スラしたら釣りましょうにゃ。もうそれしかもう俺いいようがないんでね。今日はちゃんとみんなの釣り位置はっきりすると思うんで。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。2周目行くにゃん。みんなそうそう慣れてきたにゃ。あ、6番ご城把握したにゃ。なんとなくそんな雰囲気がしたにゃ。なので、ね。霊能さん、霊能師出るにゃ。霊能師は出るにゃ。出ない理由がないと思ってるにゃ。それとも、スライドなのかにゃ。まあ、わかんないけど、僕の発言の中に出るべきだと思うにゃ。グレーセンサーするにゃ。まず4番さんの発言がおかしい。あ、9番了解した。なんで遅いにゃ。4番さんが、不明な視点が、あったんだにゃ。5番が指摘したように、8-1ローの場合だった場合には、1番って、相方の8番の占い師の把握をしてないのにかかわらず、8に精査したにゃ。1が別に出てもおかしくないんじゃないかなと思うにゃ、僕だったら。そこを指摘した5番って結構今いい、今日に関しては疲れてるんで、俺釣りでもいいかな。発言に関しては。発言するのがめんどくせえって意味では。めんどくさいね。合わせてもいいけど、蜂釣ってね、もう知らんねよ、俺も蜂釣らん村は。今日はね、早く抜けたい。あ、試合は見るけど、早く抜けたいってところもあるし、俺多分黒見つけらんないよ。だって話が頭に入ってこないもん。あ、一つ思ったのが2番って意地悪だにゃ。1番が把握してんのならば、3番みたいに、占い結果言ってる方がいいと思うにゃ。以上だにゃ。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。まず最初に5番さん白出したんだけど、5番さんが、あのね、俺釣りじゃん、全然ダメ。で、6番さん目線、だったらなんで潜伏してから最終的にこう出すの？だったら6番さんが真の占い師でね、対抗出るんであれば、普通にね、6番さん村を説得するのであれば、あのね、5番さん隠しろもらってますね。僕も同じ占い師なんですよ。だから8釣りましょうよって言って説得して最初で言うべきじゃないの？なんでそれ言わないの？俺正直言って、あの、潜伏してる6番さん、俺5番さんお願いします。6番さん釣りましょうよ。5番さん分かるよね。なんで6番さんそうするのって話よ。俺少なかったら俺5番さんも強人だから、あの、俺釣りに持ってくるかもしれないけど、ここら辺5番さん村目線で言ったら分かるよね、この6番、5番さん。あの、5番さん目線は、俺白出してるし、この今6番さんの潜伏見てて、行動から見てたら村目線は、5番さんの強人だよ、村目線。分かってるよねって。俺は絶対6番さん釣ってください。6番さん釣ってください。正直言って7番、あ、もういい。はい、OK。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いしますにゃん。7番さんに、霊能しよう、遅いにゃんって言われたんですけど、私、一応1周目に霊能しようしたにゃん。うん、今日は占い師から行くんだけどにゃ。うん、個人的にっていうか、8番さんを釣りたいと思ってるにゃん。8番さんを釣って、色結果が白だった場合、5、6って、なんだろう。ボタンなんのかな。とりあえず、ちょっと、ボタン、5が6白出して、6が5白でしょ？とりあえず、8番さんの色が見たいにゃん。で、5番さんの、その1、8の精査はすごく良かったんだけど、4番さんのその8、1、ローあるんじゃないか、にゃっていう発言に対して、どういう目線で見てるのかっていう5番さんの指摘は、なんだろうな。4番さんが、その、なんだろう、8、1が、その、猫になりきってないから、冗談で言ったんだと私は解釈したから、なんか、違うと、なんだろう、5番さんのその4番さんに対しての指摘はちょっと違うと思ったにゃん。2番さんに関してちょっと1周目笑ってしまって申し訳ないにゃん。はい。今日は私は8番さんを釣りたいと思うにゃん。以上にゃん。1番さんに申しますにゃん。1番のプレイヤーが発言します。1周目に発言伸ばせなくてごめんなさいにゃん。私も7番さんの意見に賛成だにゃん。なんかすごい便乗みたいになってるにゃんけど、うん、8釣って、これで
黒じゃない。何色、ちょっともう一回整理させてくださいにゃ。ちょっと、5秒だけくださいにゃ。逆に白出してて、あ、お互い白出してて、5が両方白もらってんのか。そう見たときに、どこから釣るべきだろう。そう、8番が言ってた、そう、5番さんは6番さんに入れて、あ、そうだよな。全然精査つかないにゃ。でも、今回表をずれたら結構きつくなると思うので、私は皆さんが入れるところを、に入れようと思ってるにゃんけど、ちょっと占いの精査全然つかないにゃ。グレーで釣りたくない位置は7番さんだにゃ。なんか一周目の発言から、なんか盤面、そう、なんか、なんだろ、しっかり精査しようっていう、なんか気を感じて、なんか、まあ白目に見てるからだにゃ。って感じですかにゃ。どうだろう。まあ、岸さんは旧守りでいいんじゃないでしょうかにゃ。っていう感じですね。私はちょっとこれからちゃんと頑張ります。2番のプレイヤーが発言します。にゃんと。にゃんと難しい場面になりましたにゃ。一番さんは白いと思ったにゃ、今。一番さんがガオガオ狼だった場合に関しては、もうちょっと占い師どこ釣りたいっていうの言うべきなんじゃないかにゃって思ったけどにゃ。一番さんが白いとは思ったにゃ、今の発言で。まあ、七番さんに関しても、これは七番さんがやっちゃいけない行為だとは思うんだけど、七番さんが旧の霊能を把握してないあたりは、狼っぽくはないかにゃって思ったにゃ。狼だったら9番の位置を9番が例の出てるのをちゃんと把握して、そこに触れないと盤面がおかしくなる可能性もあるかにゃって思ってる。逆に利用されたらちょっと困っちゃうにゃって思っているかにゃ。占い師に関してはもうわからないにゃ。6番さんの芯がないと思っているから6番さんでいいかにゃって思っているかにゃ。6番さん目線3、4まで出ればいいと思っていたにゃ。なんで出なかったのかだけ説明してくれて、その説明が自分が納得いけば、6番さんには縄はかけにゃいと自分は言っておくにゃ。2番からはそれぐらいかな。7、1はちょっと白っぽく見えてるかにゃ。3、4の発言聞いてどっちが黒っぽいかを見つけていきたいかにゃって思っているにゃ。それぐらいかにゃ。自分は6から行きたいと思っているにゃ。以上にゃ。3番さんどうぞ。にゃ。3番のプレイヤーが発言します。はい、にゃんにゃんにゃん。3番です。で、自分も、なんか2番さんの話聞いてたら感心しましたにゃん。6釣るのは、6番さん釣りたいかなって普通に思ったにゃん。あの場面で、自分が最後の発言にゃん。で、CO しなかったのが不思議なにゃん。死の占い師だったら絶対 CO すべきにゃん。うん。そう、すべきだと思うにゃん。うん。そこで CO しなかったのがよくわかんなかったにゃん。って思うにゃん。ねえ。八番さんはでも色がわかってんのかにゃんって思って、6番さんを釣りをしているかにゃんって思ったにゃん。普通に思ったにゃん。1番さんに関しては7番さんの評価収かなって若干思ったにゃん。なんか仲間を作ろうとしてるかと思った、若干思ったにゃん。はい、そうにゃん。まあ、また話聞いて、今は6番さんでは決まってますが、話聞いて決めていきたいにゃん。はい、以上にゃん。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。
で、そうですね。はい、さあしようということで、頑張っていこうと思うにゃー。すごく今眠くなって、ちょっとあんまり発言が伸びないにゃー。ギフト、ダメだにゃー。そうですね。今日は6、8、どっちかから行こうと思うにゃー。6番さんは潜伏はもうそれって死んだったら、オナニープレイにゃー。8番さんは、特に偽要素拾えてないにゃー。けど、9番が8番に入れたいって言うから、どっちかに入れようと思うにゃー。で、あとグレーセーサーやっていくと、1番か2番が狼だと思うにゃん。1番っていうのは占い星座をほぼほぼ放棄してる状態で、それを白いって言ってる2番さんはどういう気持ちで言ってるんにゃん。全く理解できないにゃん、これ。もう眠いよ。5番のプレイヤーが発言します。まともな星座するとにゃ。4番って人の話を聞かないよね。3番目線ってさ、8番に対しての8番目線何かが見えてるってか、8番目線はどっか芯がいる決めつけてるって話をしてる場合って3番目線おかしくないかって話。うん。だって占い同士が白させちゃってんだから。その視点はないはずなのや。うん。4番目線はそれ拾ってほしいんだにゃ。うん。だから3番に対して違和感をちょっと覚えてるにゃ。はい。で、あと2番、3番に対しては、6を釣ろうとする盤面っていうと、俺のシーン追ってないこと？別に情報釣り観点6番釣っても6番白結果やったら俺のシーンバカだがりからな。で、8番目線俺黒打てへんけん。もう。うん。だから騎士は潜伏しとっていいよ。ごめんだけど。うん。村目線その方が分かりやすいんかな。だって8番目線森に白ってる、6番目線の後ろってるから、この盤面で6番に白結果出た瞬間、8番黒結果出る、このシーンバカ上がりだろ。うん。別にその進行でもいいよ。2番、3番が俺のシーン終わへんって言うんだったら、あ、にゃつけるの忘れた。普通に喋ってしまったけどにゃ。うん。村目線色みたいな8番から釣ってもらっても構わんし、2番、3番に俺のシーン終わへんって言うんだったら、6番から釣ってもらっても俺構わん。まず言っとくね。うん。7番はあんまり色落としてないにゃって思ってるにゃ。うん。1番はバグりすぎてるにゃって思ってる。うん。本当にやばいやつなんかにゃって思ってる。現状は。裏で白っぽいっていうのがあんまりないにゃ。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。2番、3番は、私が白だった場合、あなたたちが疑われますけども、霊能の指示に従わずに、情報釣りもせずに私から釣る。人外で追われますけども、それで覚悟できてますか？今日は、例の指示通り8番釣りですよ、にゃ。うん。今の5番の発言聞いて、私釣りって押す人は死んではないにゃ。5番視点必ず8番でなければいけないんですにゃ。つまり5番が強人です。8がローです。8のローが見えてるから、この状態にさせるために私はプレッシャーをかけました、にゃ。はい。2番、3番はしっかり責任を負えますかにゃ？うん。霊能の指示にも従わず私の色結果が出た場合、あなたたちが怪しまれ位置に入ります。にゃ。はい。もう5、6が白々ですから今日は霊能の指示通り8番に行けない村は、もうあなたたちは村と思ってもらえませんにゃ。はい。まともな村は情報釣りで8です。にゃ。黒が出ます。あと8番は、にゃと言ってませんから。ルール違反の観点からも8番ですにゃ。え、2番、3番はルール違反をした人間と、どう考えても絶対的真の人を釣ろうとするんですか？ 2番か3番にもう人外がいるんじゃないですかにゃ。私に入れた人の中にいると思いますにゃ。8番に入れとかなければ人狼は疑われますよ。だって8黒出ますからにゃ。私に入れた場合に、有料、指名手配犯レベルになりますけどにゃ。行きづらくなりますよ。この人狼殺釣られますよ。はい。今日は8番釣りですにゃ。はい。全プレイヤー、私が悪人です。その疑いにはどんな根拠があるのか。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。はい、俺か。今6番さんの目線で、今誰を追っかけてるのかなとずっと追っかけたんだけど、1、2かなと思ったんだけど、ちょっと待ってよ。目線で見たら、6番。いいんじゃない？もう、2番、3番掘ったら出して1番、4番占うわ。あ、クロスとしてくれんでしょ？うん、こんなのいらねえから、マジで。うん、占わねえわ。2番、3番、逆に。あれ、じゃあやっぱ1番、3目線があるのかな？俺、今、1番があるのかなとずっと追っかけて、今。あ、6、1で、6、1、6、2で追っかけたら、ね。2番か3番占う。それで追っかけたら、じゃあ1かなと思って見てます。頑張ってください。少なからず、俺、白、例の、しっかりね、あ、占い師で、黒一つすればいいでしょ？黒一つって分かるよな、2番、3番。釣り切りなんてふざけたこと言うなよ。もう新居確定なんだからな。人狼に気を、占い師の方は、夜の兄さん占う。こんな奴らを見らねえから、もう兄さんをクロスとしてやけど、2番でも3番でも占ってみる。一人でも占ってみる。まあ、白ででもいいわ。それ酔ってる可能性があるから。占った対象は、あのさ、もうマジでゲームやめろよ、こいつよ。マジでゲームやめろよ、こいつよ。こんな奴はマジでいなくていいよ、このゲームに。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。俺が昨日言った通りにゃ、3番の発言おかしかったから3番に占ったのよ。はい。やっぱ6番目線怪しいとこ白しか打ってないじゃねえ。6番目線って言うと、この盤面にゃ、9番一角してる盤面で、で、8番で黒結果落ちてるのにゃ。じゃこの盤面で、7番1番騎士やったら別にありがたいんじゃない？だって6番目線も俺5番マックス強靭なにゃ。じゃあグレーから盤面、バンバン詰めれるのにゃ。わかるよね、6番さん。だ騎士もできていいだにゃ。言っといてあげる。8番で黒結果落ちてるから。その方が詰めやすいと思うよ。6番さんも飲めるよね、あなた目線も。だってあなた目線俺に白売ってるし、俺もあなたに白売ってるから。スッキリするんじゃない？例えばあなた目線3番に騎士マークで言ったらあなた目線残り17セーサーじゃない？どうですか？はい。俺3番の裏った理由は初日に言った通りにや。発言に違和感を覚えたから3番に白売る。3番裏ったにや。はい。それで白結果出たにや。それでも騎士出ないって言うんやらもう好きにしたらいいにゃ。はい。好きに構えてくださいにゃ。でも5番と6番お互いに、白白打ってるんでグレーからバンバン詰めるにゃ。はい。陣海さん詰んだと思ってください。以上にゃ。6番のプレイヤーが発言します。9番が決めていいんですけどにゃ。クロストでいいですよ。7、1、3も含めていいから。にゃ。2、3どっちでもよかったですにゃ。常識で考えろにゃ。俺が陣内で出るわけないでしょにゃ。2番は白が出てるからもう仕方ないけど。3番も含めていい。7、1、3。クロスとしていいにゃ。占ってないから3番は。じゃあ、3番さんに聞きますよ。5番は昨日6番でもいいって言いました。そんな人が死んだと思いますかにゃ。それでも私の信を追わずに、5番または17とあなたが言えないんだったら3釣りでいいですよにゃ。6を真と信じるんだったら7と1でもういいです。条件付きでいいですにゃ。5番に真があると思ってるなら今日は3釣りでいいですにゃ。ですので、317のクロストでいいですにゃ。この場面わかりますよね。6、5が確実に信教なんですね。で、そして5番の発言はもう真じゃないんですにゃ。占い能力があったら記事は別に出なくてもいいですよ。出たかったら出ればいいし。パターンは私しませんのですね。713をつっていいっす。できればもう3邪魔だから3でいいですにゃ。だって俺占ってないから。2番は嫌だけど、白が出てるから。2番はもう釣らない。713の中で釣ってほしいですね。71なら釣りよりですね。
俺に対する。3番なら、単純な感じです。7、1、3のクロストで。はい、以上ですね。はい。7番のプレイヤーが発言します。9番、ここで、クロストするかどうかは、お前にかかってるにゃん。指示してくれにゃん。まず、6号の残りの芯になにゃんだが、5番が偽物だと思うにゃん。昨日の発言を思い返してほしいにゃん。5番が2、3を怪しむ視点が、8釣りの流れから6釣りに持ってったことを5番が怪しんでたにゃん。これは別に怪しむ視点じゃないにゃん、5番にとって。っていうのもだにゃん。8番が5に白結果を出してるにゃん。ってことはだにゃん。6番釣ったところで、もし6が、9番がね、6白結果出したら、5番で8の白、8のパターンが見れるんだにゃん。まあ、6番が今5番が6番でもいいって言った発言叩いたのはおかしいと思うにゃんだが、5番は別に2、3を怪しむ情報が6釣り持ってったからっていうのは明らかなおかしいなセリフだと僕は思うにゃん。8番5白なにゃん ?6 番で白結果落ちたらば、8番の破綻がわかるんだにゃん。いいと思うにゃん。で、グレーが僕、1番がごめん、怪しくなったんじゃんにゃん。っていうのも、僕は昨日までの進行って間違えてたんだにゃん。8番を情報釣りの流れで言ってしまったんじゃんだが、あれは6でもよかったんだにゃん。うん。そこら辺で1番が便乗してきて、あ、2番、あ、おで騎士だ。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いしますにゃん。8番さん黒だったにゃん。じゃあどうしようかな、どうしようかにゃ。ちょっと私がすごい、指示してって言われてるけど、きっついな。ちょっと正直精査はつけにくいにゃん。でも私5番さんがね、騎士出した方がいいっていう、騎士出した方がいいって言ったのは別に黒く思わなかったにゃん。で、6番さんが今日西路出てるなら、今日はグレー詰めからでいいと思うから、6番さんは次、西路出してるでしょ?じゃあ、3番さんを占ってほしいにゃん。今日は1番さんから行こうと思うにゃん。そうだな。そう、5番さんが3白出てるんでしょ?じゃあ5番さん、次は7番さんを占ってほしいにゃん。そう。で、それで、そう、いつ釣ったらいいんでしょ?いいでしょ?これちょっとおかしいかな。でも、正直5番さんのその、6釣りに持っていったから、その2、3あたり黒いって言った発言はちょっとどうかにゃって思ったにゃん。今日は1釣りで、そうだな、そう、2、3、1釣りでいいかな?いいかにゃ。もうごめんなさい。ちょっと沼考察になってきてわからなくにゃってるにゃん。でも今日は私1釣りをしたいにゃん。ごめんなさい。以上にゃん。1番のプレイヤーが発言します。私も自分釣り飲むにゃ。ちょっとここへ残ったんですけど、村りのある、なんか、そう。精査が全然で、精査じゃない。コスト全然伸びないし、情報が落ちないし、自分釣られたところで縄足りてるから、どうなんだろう。2、9、白で、で、まあ、5、6はもうないから、3、7のどっちか、だにゃ。でも、わからないにゃ。正直、どっちが黒かなんてわからないにゃ。だから今日は自分釣り飲むにゃ。そうだにゃ。とりあえず今日は自分釣りでいいにゃ。ごめんなさい、全然情報残せなくて。2番のプレイヤーが発言します。にゃんと、1番さん、自釣り飲むのかにゃ?1番さん目線、なんで2がそんなにし、むしろ6の芯がなんでそんなに確定してるのかにゃって思うんだけど、6、自分は6が芯だと思ってる
だげや。だげ、だげにゃん。一番さん目線、なんでそんなにこの偽が決め打てるのかわかんないにゃん。理由は全くないと思ってるにゃん。五番さんが昨日言ったことって圧倒的におかしいと思ったにゃんけど、今日来るを釣れることですごく有利だと思ってるから、六番さん言っちゃった。ごめんね、六番さん。ごめんにゃん。責任取れると思って、ちゃんと入れましたよ。入れましたね。いいんじゃないかにゃ。7番さんが黒いとも思わなかったし、じゃんし、1番さんが地釣り飲むって言ってるにゃん。まあ自分目線は7番さんが一番白いかにゃんって思ったから、1、3釣り切れば勝ちだと思ってるにゃん。もう、レノは8黒釣れてお互い白揃ってるから、強人しかいないわけだし、黒狙いって1、3でいいと思ってるにゃん。うん、一番さんが村なら地釣り発言はしない方が強いと思っているかにゃー。だから1から言ってもいいかにゃーって思ってる。3接続切れだしってところかにゃ。3番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。ごめんにゃ、ちょっと画面の明るさ変えようとしたら通知をタッチしてしまってそっち飛んでしまった。ごめんなさい。うん、どうだろうな。そう、3番が接続切れてることからまあここ3番かなっていうのもあるんだけど、空気読め、早く切ろう、時間の無駄。あ、そう、戦いなんだよ。3番は戻っ、もう8で黒が落ちてるから、空気読めねえから、こういうのってマジでよ。人外一人いるけど、いらねえから空気読んで早く終われよ。クロスすれば別にどっち、くだらねえ話してる暇があったら3番が戻ってくるか戻ってこないか大事なんだよ。どうせ3も7でもどっちでもいいから7裏なるけど、ね、うん、だからそこ見ると2番、あの、もしかしたら4が騎士だった可能性も考えて2の黒もあるのかなって思ったんですけど、ごめんなさい、最後まで本当に色が、いやー、全く空気読めねえやつってマジに使い物になんねえんだよ、この実生活もその人狼殺も。黙って接続切れしろよ。クロス頑張ってみる。アンバーが戻ってきたら意味ねえだろよ。人狼に気をつけて。もうその疑いには3でも7でもどっちでもいいよ。もう3番だと思うけど、7黒で打っとけ、とりあえず。5番視点誰が人外になるってか、7番になるんでしょ、5番視点。マジで本当に勝負感ってあるか。3番が占った対象は7黒ね。5番視点だって7黒なんだから確定人外でしょ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番の、いやー、マジで戻ってこねえしよ。うん、じゃあなんか自分自身答えは分かってしまっているんだけど、負けなんだよね。はい。負けですね。はい。それぐらいかな。いや、追加しちゃったけど、いらないかな。はい。負けですかね。もう多分自分がどこに入れようと、もう多分自分って、釣られちゃうと思うんで、5番さんが偽だと思ってるんで、5番さん、どうする？ 5 番さんの行くとこに合わせるよ、もう。自分がもう負けかなって思ってるかな。以上です。3番のプレイヤーが発言します。
5番のプレイヤーが発言します。Yes, はい。8人ロロ、6強人でした。はい。別に昨日の盤面、別に騎士出しって悪くない盤面だって、黒黒結果出た場合って騎士両方出たし、さらに殴りになってしまうから、別騎士出し進行悪くないやって6番さんに言っといてあげるわ。うん。でその盤面、村上先生2分の1当てるかどうかって精査になってしまうからね。はい。2番に行って終わりです。6番のプレイヤーが発言します。レベル低いゴミばっかりだよ。なんだよ、地釣り飲むバカみたいなやつはよ。三釣りしかねえだろ、9番と1番よ。頭どうかしてんのか、お前らよ。3番はゴミだしさ。おう、2番と3番はまず、このゲームやめた方がいい。6進しかありえねえだろ、もう。一周目の出方も、含めですべて。理にかなってんだろ。ほんと疲れるわ。で、接続切れば起こす。1番が地釣り飲むって頭どうかしてんのか、お前よ。接続切れねえだろよ。なんで投与放棄してんだよ、まずよ。自分が村で私釣ってくださいって頭どうかしてんのかまずよ、お前よ。3番が7番行ってくださいって言うに決まってんだろ、お前らどうかしてんだろ、ゲームをよ。9番が、2番が騎士って言ったら俺が騎士って言った時点でもうおかしいだろよ。7釣りの世界だろよ。7番に行けばいいものよ。7番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。これで2番が7番入れなかったらもう俺信じらんねえからな。もうわっし、投票がこれがプロなんだよ、わかったか。1番これがプロなんだよ。状況判断だよ。だからトップレベルにいるんだよ。俺なんだよ、ヒルちゃんの得意技、状況判断。